9月13日から始まった7つの題材コラボ後半からエスカノールを紹介するよ。計略は地球9で自身の武力強化と敵への毒陣形、武力は50カウントに近いほど上がる。59から40カウント時、武力プラス17かとんでもない上昇値で、効果時間も約 11.5 カウント。上昇値は上智参照して50カウントの一瞬だけ武力99になる。原作再燃度を重視した計略。武力99時に向上すれば騎馬とは思えないダメージが入るよ。町風は遠く行きだ。おこがまし先に帰るね。くらえ。行くぞ。おこがまし。行くぞ。喧嘩じゃねえだろ。心をもてあそんだ大罪を。行くぞ。町風はどこ行った。これでみんな元気になっちゃうよね。くらえ。おこがまし。くらえ。騒ぎ立てるな。前期流派発動。三の型者が申しあり、その身で知ってもらおうか。町風はどこ行った。余裕をこくのが強者の特権。流派発動。三の型
行くぞ。これでみんな元気になっちゃうよね。おこがましい。おこがましい。カズはどこ行った。冗談だろ。男を見せろハーレクイーン。王たる威厳と存在を今こそ示せ。先に帰るね。こんな感じで中盤の主導権をほぼ握れるとんでもない強力。今回の2試合目は乱闘戦。つい僕も本気になっちゃってごめんね。我も共に戦うことを許してください。放て。バラバラに散れ。うっきゅー。うっきゅー。僕ってばダメな子。おこがまし。俺の首はやらん。あげよう心を弄て遊んだ大罪を。気に食わる。バラバラに散れ。おこがまし。おこがまし。俺の首はやらん。流派発動。三の肩。流派発動。三の肩。ご視聴ありがとうございました。王様になれたかい。